はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2023年8月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。8月上旬は少し数が少ないですがかなり個性的な作品が登場予定。バタフライエフェクトをテーマにした作品や戦国時代の日本で村おこしをする作品、さらにはミュージカルで物語が展開する作品など皆さんの興味をそそる作品があるかもしれないのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにスローンウォール、王国を建設防衛するタワーディフェンスゲームです。本作の特徴はシンプルかつカジュアルなゲーム性、頭痛のするような複雑な要素を取り除いたミニマムなゲームになっているとのこと。ゲームの舞台は中世風の世界観で描かれ、プレイヤーは一国の王となって日中は建物を建て国を拡大させ、夜には敵軍から王国を防衛することになります。翌日は施設や敵を倒して得られたコインで収入源となる民家や農場、兵舎や防衛タワーを建設し王国を拡張。収益施設が敵に破壊されると得られる収入が減少するので施設建築はバランスが重要。また戦いを重ねることでレベルが上がり、王様ユニットの武器の種類、各施設のアップグレード特典などがアンロックされ攻略の幅が広がっていきます。体験版も日本語で遊べ、操作もシンプルでカジュアルに楽しむことができます。プレイすればするほど様々な要素がアンロックされるので気になる方はチェックしてみてください。スローンフォールは8月3日リリース予定、日本語対応の作品です。バベル号ガイドブック、バタフライエフェクトをテーマにしたパズルアドベンチャー。バタフライエフェクト、バタフライ効果といった言葉をご存知でしょうか。ある場所で蝶が羽ばたくと地球の反対側で竜巻が起こるといった小さな要因が将来の結果に大きな影響をもたらす事象のことを指し、タイムループやタイムスリップをテーマにした映画やゲームなんかで聞いたこともある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな本作ですが、死者の魂を来世へ運ぶ船バベル号を舞台に、人が死者となって来世へ転生するまでの奇妙な旅が描かれます。プレイヤーは前世の記憶を失った4人の主人公の視点を通してバベル号で起こる様々な出来事を目の当たりにし、そして時間を遡り過去を書き換え未来を変化させながらバベル号に隠された秘密を明らかにしていくことになります。4人の主人公たちはそれぞれの身分もバベル号での行動理由も異なり、それぞれの人生を歩んでいますが、バタフライエフェクトの変化によってキャラクターの物語は互いに交差し、それぞれの人生にも大きな影響を与えていくことになります。些細な出来事が大きな結果をもたらす驚きと発見を楽しむことができるバタフライエフェクトアドベンチャー、体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。バベル号ガイドブックは8月3日リリース予定、日本語対応の作品です。グリードランド、エイリアンと戦うヴァンパイアサバイバーズライクなシューティングアクション。多くのヴァンサバライク作品が制作される中、最近ちらほらと見かけるようになった 3D グラフィックで作られた美麗なヴァンサバライク作品。本作ではアンリアルエンジン5が用いられ、細部まで描かれた映像表現と迫力のある映像演出を楽しむことができます。ゲームの基本的な部分はヴァンパイアサバイバーズと同じように、迫り来るエイリアンの大群を倒して武器の種類やアップグレードを選択し生き残ることが目的。本作はマウスでのエイム操作による攻撃となり、自動攻撃と手動攻撃を切り替えることが可能で、ダッシュによる緊急回避などを駆使して戦っていく戦闘システム。体験版も日本語で遊ぶことはできますが、遊んだ限りでは他のヴァンサバライク作品と同じように目新しい要素はなさそうな感じ。そろそろヴァンサバ系作品も飽和気味のようです。グリードアイランドは8月4日リリース予定、日本語対応の作品です。アイアムフューチャー、コージーアポカリプスサバイバル、ビルの上で生き残るコミカルなサバイバルアドベンチャー。5月19日にリリースが予定されていましたが、ゲームをさらに洗練させやり込みがいがある魅力的な要素を追加するため8月9日に延期になったとのこと。物語の舞台は大洪水により水没した終末世界。そんな世界である日コールドスリープから目覚めた主人公が誰もいない世界で新たな生活を始めることになるサバイバルアドベンチャーです。
活動のメインとなるビルの屋上は緑に覆われ案外資源も豊富。ここを拠点にしながら野菜を栽培したり釣りをしたり、食料を確保して古い電子レンジやパソコンなどを分解しパーツを取り出し新しいアイテムを作り出していきます。後々は AI ドローンを作り作業を自動化して悠々自適に生活することもできるとか。また夜になると出現する突然変異した生命体や高層ビルから見える都市の廃墟にはこの世界が文明崩壊に至った個体が隠されているようで、それらを探していく物語も気になります。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。 I am Future Cozy Apocalypse Survival は8月9日リリース予定日本語対応の作品です。ストレイゴッツ・ザ・ロールプレイングミュージカル。ミュージカルのような演劇形式で描かれるナラティブアドベンチャー。皆さんミュージカルはご存知ですよね。音楽、歌、セリフ、そしてダンスを組み合わせた演劇。有名な作品だとサウンドオブミュージックやオペラ座の怪人といったところでしょうか。そんな本作は音楽と歌を取り入れたミュージカルスタイルで進行する斬新なミュージカルアドベンチャーになっているとのこと。物語の舞台はギリシャ神話の神々が隠れ住むファンタジーテイストで描かれた現代社会。主人公は大学を中退したグレース。突如部屋を訪ねてきた最後のミューズカリオペから歌の力を託されるが、アテナやアポロンといったギリシャ神話の神々からカリオペ殺害の容疑をかけられることに。プレイヤーはグレースとなってカリオペから託された歌の力を使い、7日以内にカリオペの死の真相を突き止め無実を証明することになる物語が描かれます。正直なところ個人的にミュージカルっていうのは苦手です。そういう演劇っていうのは分かりますが、突然歌い出したり踊り出したりするところに無理やり感を感じてしまうんです。普通に演じたら良くないでしょうかね。ストレイゴッツ・ザ・ロールプレイングミュージカルは8月10日リリース予定日本語対応の作品です。戦国ダイナスティ、日本が舞台のダイナスティシリーズ。日本は戦と上により荒れ果てた戦乱の世となった。プレイヤーは一人娘と共に安住の地を求めて伝説の農民の国へと赴き、自らの生き方を探していく物語が展開します。土地を開拓し施設や住居を建設して流れ者たちに仕事を与え、仲間となる村人を集め、山賊と戦ったり近隣の村と交易しながら自分たちの理想郷となる村を作り上げていく。家族そして一族の誇りを守るため武士の道を進むのか、村を築き人々から敬われる領主となるのか、または技術を磨き人々の役に立つものを作る職人となるのかはプレイヤー次第。ゲームモードは日本の歴史や風習、伝承に基づいたクエストや NPC キャラが登場するストーリーモード、そして自由なプレイが楽しめるサンドボックスモードが用意されているとのこと。また一人称と三人称の切り替えが可能で、さらには協力プレイにも対応。戦国ダイナスティは8月11日リリース予定日本語対応の作品です。ハンマーウォッチ2、ピクセルドットが美しいアクション RPG。 2013年に発売されたハンマーウォッチの続編となる本作。物語の舞台はローランド王が治める平和の国ヘリアン王国。この国を滅ぼさんと企む邪悪なネクロマンサーブライト・ザ・ホラーブル率いる3体の竜と狩猟の軍団が王国を襲い、さらには兄であるアーチボルトの裏切りによってローランド王は捕らわれてしまう。しかし勇気ある国民に助けられ、なんとか逃げ延びたローランド王は5年という歳月をかけレジスタンスを結成。プレイヤーは王から選ばれたレジスタンスの兵士として王国奪還を目指す物語が描かれます。ゲームは美しいピクセルドットで描かれた広大なオープンワールドを舞台に、プレイヤーはパラディン、レンジャー、ローグ、ウィザード、ウォーロック5つのクラスを選び冒険を始めることになります。体験版ではレンジャーかウィザードしか選べませんでした。プレイした感じでは通常攻撃やスキルを駆使して敵を倒しレベルを上げキャラクターを強化していくといった王道のアクション RPG といった印象。スキルが豊富に用意されているので各クラスでのスキルビルドによっていろんなプレイスタイルが楽しめそうです。体験版は日本語に対応していませんでした。ハンマーウォッチ2は8月15日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。レッスルクエスト、プロレスをテーマにしたファンタジー RPG。 ファンタジーな世界観とクラシックな JRPG、 そしてプロレスという要素を融合した豪快な作品です。物語の舞台はモンスターやエイリアン、ロボットなどが共存しプロレスが大人気なファンタジー世界。本作の主人公は2人で、ランディ・サントス、ブリンク・ローガン、
共にプロレス界の頂点を極めるため世界を冒険し、さまざまな相手と対戦をこなしていくことで成長、そして仲間を見つけタッグを編成し強大な相手と戦っていくことになります。戦闘はコマンド入力式の単性バトル、3人のパーティーメンバーと4人目はマネージャーとしてセコンドからサポートを行うチーム編成。戦闘もプロレス要素が満載となっており、攻撃スキルなどを駆使して敵を倒していくだけではなく、攻撃演出によってはタイミングよくボタンを押すことで追撃や大技を繰り出したりもします。また戦闘では観客の盛り上がりを示すハイプメーターが設定されており、マイクパフォーマンスや相手を挑発して観客を盛り上げることでメーターが上昇し、敵に与えるダメージが上がったり選択できる技が増えたりもします。最終的には敵のヒットポイントを減らして倒すのではなく、ダウンした相手をフォールして3カウントの目押しミニゲームを決めれば勝利。物語においてもプロレスにちなんだものとなっており、アンドレ・ザ・ジャイアントやランディ・サベージといった往年のレジェンドプロレスラーが実名で登場し、彼らのキャリアをもとに構築された世界を巡ることになるとのこと。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。レッスルクエストは8月8日リリース予定、日本語未対応の作品です。スペースメカニックシミュレーター、宇宙の無重力空間を体験できる宇宙整備士シミュレーターです。同じような作品で宇宙空間を舞台に船や設備を解体するハードスペースシップブレイカーという作品もありますが、本作は宇宙整備士として宇宙ステーション、太陽光発電パネル、スペースシャトルなど宇宙空間で破損した箇所を修理し良好な状態にすることが目的の宇宙整備士シミュレーターです。舞台は宇宙空間だけではなく、月や火星にローバーを送り込み、地表にある様々なものを修理することもあるようです。ゲームは宇宙空間での作業に必要な酸素やスラスターのエネルギーを管理しながら、故障箇所を探索し、問題の診断を行っていくことになります。修理を行う機器は100以上のパーツで構成されており、それぞれのパーツはプレイヤーが取り外したり移動させたりすることが可能。また修理や交換するためのパーツが足りない場合は、宇宙ステーション内のショップでパーツを購入することもできます。独特な無重力空間での作業をするもどかしさの中、リアルな宇宙船修理を楽しむことができます。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。スペースメカニックシミュレーターは8月11日リリース予定、日本語未対応の作品です。テイルズ&タクティクス、ローグライク要素のあるオートバトラー。ローグライク要素と分体ベースでの自動戦闘を組み合わせたユニークな作品です。体験版を遊んだ感じではデッキ構築ローグライクに近いといった印象。ファンタジーテイストな世界観を舞台に、プレイヤーはオークやデーモンといったモンスターを自軍に加え、ヘクスマスで構成されたエリアに配置して自動戦闘がスタート。オートバトラーなので敵との相性を考えたユニット配置がポイントでしょ、へへへと思いながらチュートリアルも見ずにプレイしてしまいましたが、あえなく惨敗。本作のポイントは自軍に加えるユニットが重要。それぞれのユニットにはデーモンやオークといった種族と、タンクやヒーラーといったアーキタイプ、職業が設定されており、これらの相互作用をうまく利用して自軍を強化していくことがポイントみたいです。例えばアーキタイプは異なるが、ドラゴン種族を2体戦場に配置することで戦場に巨大ドラゴンが現れ、ブレスで敵全体にダメージを与えるなど、同じアーキタイプや同じ種族を組み合わせることで特別な能力を発揮します。また各ユニットにはティア1、ティア2といったランクがあり、ティア1の同じユニットを3体自軍に加えることでティア2へとランクアップ。ティア2のユニット2体でティア3へとランクアップする要素もあり、自軍に配属されるユニットはランダムで運要素はありますが、うまくユニットをやりくりしながら自軍を強化していく戦略性が本作の醍醐味。ローグライクなので戦いで得られた経験値を使ってキャラクターや永続効果のあるパッシブスキルをアンロックし、死んで強くなるリプレイ性もいい感じです。体験版は日本語未対応ですが、基本的なゲームシステムさえ抑えれば遊べそうな感じで結構やり込んでしまいました。7月27日に体験版はなくなったみたいです。テイルズ&タクティクスは8月11日リリース予定、日本語未対応の作品です。アトラスフォールン、砂で覆われた世界が舞台なアクション RPG。 プレイヤーは砂を操る魔法使いとなって、広大なフィールドを探索しながらモンスターとスピーディーかつエキサイティングな戦いを繰り広げていくセミオープンワールドのアクション RPG です。物語の舞台は古代の危険と謎が潜む砂の大地。堕落した神々の抑圧から人類を解放するため伝説の怪物たちに立ち向かっていくことになる物語。本作は砂に焦点を当てた作品となっており、
スーパーパワーを持つ主人公は世界を覆う砂を操り、それを鞭や斧など自在に変形可能な武器に変えるガントレットと、砂の力を使ったサンドパワーアビリティを駆使して砂漠に生息する巨大なモンスターと激しい戦闘を繰り広げていくことになります。ゲームは砂漠をサーフィンのように滑走する高速移動を駆使した探索要素や巨大モンスターとのダイナミックバトルが特徴。コンボ主体の近接バトルとなる戦闘ではガントレットと呼ばれる武器を装備して戦うことになり、戦闘中にはシームレスに武器変更が可能。またガントレットには150種類以上あるエッセンスストーンを組み合わせることで様々な攻撃能力や効果が付与され、アクティブアビリティやパッシブアビリティを組み合わせて独自のプレイスタイルで楽しむことができます。本作はザ・シージや初代ロード・オブ・ザ・フォールーンといった高難易度アクション作品を手掛けてきたデベロッパーということで、かなり歯応えのある作品に仕上がっているとのこと。ソロ及び最大2人での協力プレイにも対応。アトラス・フォールーンは8月11日リリース予定、日本語未対応の作品です。ディシンクド、 SF 自動化サバイバル拠点建築ストラテジー。本作は自動化、サバイバル、拠点建築といったゲームで人気な要素を融合させたハイブリッドなストラテジーゲームです。未知の惑星を開拓することになったプレイヤーは人工知能が搭載されたエレインに導かれ、惑星の探索や施設建築、ユニットの生産、自動化や新技術の研究を行い、時には獰猛なエイリアンと戦いながら拠点を作り上げていくことになります。生き残るためには資源確保と生産が重要。物流ネットワークに接続されたドローンは細かくカスタマイズが可能で、与えられたタスクに従い資源を採取し、資材を運び、生産物流を支えてくれます。またこうした工業用ユニットにタレットやシールドなどを搭載することもでき、襲撃にやってくるエイリアンから拠点を防衛する役割も担ってくれます。ゲームとしてはファクトリオやサティスファクトリーに近い印象ですが、探検と技術的な研究に重点を置き、プレイヤーの戦略に合わせてユニットの行動をカスタマイズできる点はかなり柔軟性のある作品になっているようです。ディシンクドは8月15日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2023年8月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。かなり個性的な作品が登場予定となっていたと思います。気になる作品はあったでしょうか。8月後半から年末にかけてかなり忙しくなりそうです。注目作品が続々と登場する新作ラッシュ。アーマードコア、スターフィールド、ライズオブピー、ペイデイ3、ロードオブザフォールーン、ストーカー2、楽しみですね。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。